小田急1800系電車、小田急1800系電車、小田急1800型電車は、小田急電鉄、小田急が1946年から1981年まで運用を行った通勤車両である。第二次世界大戦後の東京急行電鉄、大東急時代に、運輸省鉄道機動統制会から国鉄63、軽電車の製造割り当てを受けた車両で、 その後、相模鉄道に6両が譲渡されたが、同数の同系車両を名古屋鉄道から購入した。また、戦時中に消失した旧国鉄正式電車の払い下げを受け、復旧した上で1820型として運用された車両もあったが、これらは、後年の車体更新の際に、仕様が統一され、1800型に編入された。小田急では、 初となる全長20メートル級の大型車両で、収容力を活かして、朝の通勤ラッシュ時の輸送に徴用されたが、加速性能が低いことから1981年までに、全車が廃車となり、秩父鉄道に譲渡された。本校では、以上の経緯から、国鉄で消失した車両を譲り受けし、復旧工事を施行した上で、車席編入した1820型についても、 七部鉄道800軽減車として譲渡された後についても記述する。また、国鉄63軽減車については、63系と記述する。戦時中の空襲による各施設の消失、破壊や、それを避けるための地方疎開、それに物資、人員の不足などが原因で、第二次世界大戦直後の日本国内では、 各種工場の生産能力は著しく低下していた。このような状況下で鉄道車両工場の生産能力もなかなか回復せず、その一方で鉄道事業者も空襲の被害や戦時中の国史による車両故障の頻発、それに物資不足に禁する補修用部品の確保困難度から稼働車両が少ない状態で当時の等級も決して例外ではなかった。このため、 電動車でありながら搭載すべき主電動機のない車両などが続出し、小田原線と江ノ島線で運用される90両ほどあった車両のうち、わずか28両しか使用できない状態になっていたこともあった。しかも、戦時中からの燃料統制は継続していて、自動車は使えず、陸上公共交通機関は事実上鉄道に限られ、さらに都心部から、 周辺の農村地帯への食料買い出しなどの需要増大要因もあって、この時期、日本国内の鉄道各社では一様に乗客が急増した。このような事情から、日本国内の工業生産能力が最悪の状況にあり、また旅客輸送需要がピークに達しつつあった1945年末から、運輸省参加の鉄道軌道統制会。 後の鉄道車両統制会では、工場産設備の効率的な運用と、部材調達の容易化を目的として、特に状況の悪い私鉄各社について、各社で独自設計の車両を製造するのを認可する、代わりに、国鉄向けに製造された63型を私鉄へ、割り当て、その代わりに割り当て、尖閣社が保有する、小型車を地方中小私鉄に供出させる制度を設けた。 この制度の下で、63型は同形式の受け入れ、運行が可能で、しかも在籍車両の状況が著しく悪く、また輸送需要の増大が特に深刻であった東京急行電鉄、大東急、東武鉄道、東武、名古屋鉄道、名鉄、近畿日本鉄道、近鉄、山陽電気鉄道、山陽に割り当てられた。このうち、東急では、 車両限界や河川電圧などから、この63型を小田原線、江ノ島線で運用することとなった。当初は1947年、昭和22年度までに50両を導入し、既存の中型車線2 0 0型から1600型を東横線に、1150型を厚木線、現在の相鉄線に転属させる予定だったが、現場での評判が悪く1946年、 昭和21年度割当て分の20両に止まったほか、その一部は厚木線に投入された。小田原線と江ノ島線だけで見れば1600系の次に導入された形式であるが、当時、東急の一路線で、歴史的にも小田急の子会社にあたる帝都電鉄が建設した井の頭線に導入された。 新形式車両が1700系あったため、それに続く1800型と不番、導入されることになった。本節では、登場当時の車両仕様について記述する。デハ1821、クハ1871については、遠隔説で記述する。形式は、制御電動車がデハ1800系、制御車はクハ1850系である。 申請者は2両を除いて、国鉄の車両番号を有する。ただし、国鉄の車両番号を有する車両でも、一旦、三鷹電車区や津田沼電車区に留置されてから、入線した車両は存在するものの、それらの車両を含めて現実に、国鉄で営業運行に使用された後に譲渡を受けたわけでは、ない。ただし、入線時点では、国鉄の車両番号が記されており、入線後に、 共同工場で小田急番号に修正している。車両番号については口述の車両一覧を参照。車体五 19500mm、全長2万 mm で、車体幅 2800mm、全幅は 2930mm となっており、それまでの小田急の車両が、いずれも全長 16m 級で、車体幅も 地方鉄道建設規定の枠内に収まる 2740mm に抑えられていたことから見れば一回りも二回りも大きい車両であった。車両正面は非貫通切り妻3枚窓であった。側面の客用扉は 1000mm 幅の片開き扉が4箇所に配置される。扉の間には3段窓が4枚並び、このうち1箇所は戸袋窓である。 いずれもドアエンジンを装備した自動扉である。座席は全てロングシートである。内装は戦時設計のままで、天井板はなく鉄骨がむき出しになっており、室内灯も裸電球がぶら下がっているという状態であった。主要な機器は国鉄の63型で使用されていたものと共通である。いずれの機器もそれまでヨダ級で使用していた機器とは異なるものであった。 制御機は、戦前形の電空か無軸式である CS5 を使用する。制御段数は、直列5段、並列4段、弱回、g 1段で、弱回時は、国鉄同様、後の復活、更新工事時である。主電動機の定格出力が在来車と比較して、格段に大きく、発射の際のショックが大きかったため、後に、弱回軌道に改造された。 主電動機も、国鉄正式の MT30A、または MT40 を搭載し、電動発電機と電動空気圧縮機も、国鉄の63型と同一である。1時間定格出力は 142kW、端子電圧 750V 時、小田急での初現状は、MT30A の端子電圧 675V 時 128kW 交渉である。駆動装置は、 歯車比六十66-23イコール2.87の釣りがかり式で、これも国鉄仕様のままである。台車は国鉄旅客車では、当時標準であったペンシルバニア型軸バネ式台車 TR25A、国鉄 TR23 型台車の電車用を原則的に装着する。この t r 十五 a 台車は国鉄部内において SKF 車製。 ローラーベアリング付けでモハ5万2001モハ5万2006モハ4万3038モハ4万3041の重量、つまり、関西地区向け急行電車用車両に装着された台車に与えられた専用形式名と重複するためか、その後 TR35 と呼ばれるようになり、ついで1949年10月20日付で DT13 と解消された。しかし、小田急車内では、 特に変更の必要性を感じず、一貫して TR25 a と称した。あ、うぶかたよしおによれば、五両は TR25、平らじく受けを取り付けて落成して入線しており、1802と1807、その後相模鉄道に遺跡については、新生のもは63型と振り返った記録があるが、残りはどうなったのかについては不明である。なお、 区波1850型は、もともとも派大用であったこともあり、デハ、電動車と区波、制御車の台車形式は、基本的に最後まで共通であったが、一部の例外として平軸受けの TR25、DT12 を、コ軸経過した TR25C、小田急形式が、区波1851、1860、1861に装着されていた。 もっとも、デハ1 8 0には、台車なしで払い下げを受けた、デハ1821に台車を供出した関係で、クイル式駆動装置を備える日立製作所系 H-1 を、試験的に装着した時期があった。また、潜在復旧車である、クハ1871については、当初、主車が電動車時代から装着していた、タイラー軸受けの TR25 を引き続き装着した。 制動装置、ブレーキは自動空気ブレーキで、いずれもブレーキ弁として、国鉄標準の A 動作弁を、運転台のブレーキ制御弁として、ME23 弁を、それぞれ搭載していた。後年ブレーキの HSC 化に伴い、ME-62 型に交換された。パンタグラフは、当初交換ラーメン構造の簡素な PS13 を搭載したが、 その後平行装置部分を改造し、その部分だけ枠の幅が広げられ、さらに枠の上半分が正面から見て逆派の字型になる変わった形に改造された。最終的には東洋電気製造 PT-43 に変更されている。連結機は国鉄正式の柴田式密着連結機を装備して入線した。1946年8月。 福波1851.1852が入選。その後に入選した、デハ1801.1802と二両編成を蘇生し、同年10月から運用を開始した。同年12月にはさらに6編成が入選したが、これは当初は厚木線に配置された。1947年に入ってから2編成が入選し、小田原線に配置された。また、 でハ1809と1810が逆向きに共同に入ってしまい、再度国鉄へ戻り方向転換して戻されるということもあった。これらの車両は各線区にとっては初めての20メートル級車両であり、施設などは1800系の入線を機に回収された。とはいえ、戦時中に国鉄車両の入線実績があったのであまり問題はなかったという。 1947年11月に、相模鉄道の経営委託が解除されたのに伴い、出ハ1806から1808と、区波1856から1858の6両は、相模鉄道へ譲渡された。出ハ1803から1805と、区波1853から1855の6両は、小田原線で運用されるようになった。一方で、 63型割り当てられた会社のうち、名鉄では、名鉄3700系、初代として運用されていたが、車両が大型すぎるために運用範囲が限定されていたことから、十分に活用できていなかった。名鉄ではこれを東部と小田急に売却することになり、小田急には、翌1948年12月に3編成が入線した。名鉄から譲り受けした車両は、 デハ1811から1813と、クハ1861から1863と、それまでの車両の続き番号が廃盤された。当初より、小田急に入線した車両では、偶数番号の車両で制御電動車が、小田原側に向いているのに対して、名鉄からの車両は、奇数番号の車両で制御電動車は、新宿側に向いていた。また、回路や機器固定方式も、 当初より、小田急に入線した車両と、名鉄からの車両では異なっていた。車両の向きについては、方向転換の上、制御電動車が小田原側に向くように統一された。なお、1600型と共に復興整備車として、看板を掲げ使用されたこともある。1948年には1600型ともに、ノンストップ特急の車種の候補に上がり、同年8月13日に、 デファ1805とクハ1853で新宿小田原間100分での試運転を行い、車両性能的には問題なかったが、大柄でバネした重量も重い車両だったため、軌道の弱さに起因する動揺が大きく、実際に運行につくことはなかった。桜木町事故発生後の1951年6月から、車体の強化と合わせて2両の間の貫通路を 拡幅の上でホロで連結する改修が行われた。これと同じ年に結番となっていた車両番号を埋めるように改版が行われ、デフ線1809から1813、クハ1859から1863は元の車両番号から3を現じた番号に変更された。また、1953年には3段窓を2段窓に改造、その後も天井板設置や、 室内灯のグローブ新設など、戦時設計のままであった箇所の改修が行われた。ただし、国鉄の63型で早期に埋められた全面上部の通風機は、1800型ではそのまま損置された。また、申請割り当てを受けた車両以外にも、20メートル車が2両入線した。まず、1949年1月に、下10条で自己廃車となっていた。 モハ6万50を原型復旧した車両が1950年7月に入線し、1600系の制御車クハ1661として運用が開始された。区波1661は当初は前面に貫通扉を残したままであったが、連結面側の貫通路は1100ミ、mm、リメートルの広幅貫通路となっていた。ただし、1600型との運用時には、 広幅間通路は締め切りとしていた。その後、自己廃車になった、もは42004を原姿復旧した車両が、デファ1821として1952年12月に入線した。この車両は元来両運転台付きの2、扉クロスシート車であったが、戦時中の1944年7月31日付で、4。 扉ロングシート車に改造されており、小田急での復旧時に、片運転台か、正面は、非貫通3枚窓となり、連結面側の貫通路は区波1661と、同様に1 0 0 m m の広幅貫通路となった。この時に区波1661を区波1871に改版した上で正面を非貫通3枚窓に、改造。 デハ1821と編成を組むようになった。なお、デハ1821、国鉄も波42004は、国鉄42系電車のうち、唯一私鉄で運用された車両で、1945年6月8日に、神崎駅付近で、漏電事故を起こして全焼。車席上は1947年10月22日付で、廃車となり、公式には、富士車両で、 戦災復旧客車のオ七十7 1三3 3として復旧したことになっている。だが、実際には、書類上戦災廃車、1946年11月28日付、となった 85, 区85,023、旧区派58,023の4扉化改造車と、振り返って小田急に、払い下げとなったものであった。これらの車両は、 戦後の混乱機の輸送力確保には大きく貢献し、どんなにホームが混んでいても、1800型が来るとすっかり、さらっていったと評された。乗客からも、小型車の3両編成よりは1800系の2両編成の方が喜ばれたが、中には、桜木町事故の記憶からか、63系として敬遠する乗客もいたという。また、記述の通り重くて、強力モーターを備えた。 本形式は線路にかかる負担が大きく、保線部門からは線路を壊す車両として嫌われていた。1957年から1958年にかけて、東急車両製造において、更新修繕が行われた。車体は大枠を流用しているものの、ほぼ心臓に近い全金属製のノーシルのヘッダーとなり、切り妻の前面に63型の面影を残すものの、 貫通型となり、全面透過類は位置を変更した上で埋め込み式となるなど、印象は大きく変化した。内装についても、東具は蛍光灯が採用され、内壁はデコラバリとなった。なお、この時の更新で扇風機回路が設けられているが、扇風機自体は設置されていない。また、制御回路に弱め回路が設けられたほか、電動発電機や電動空気圧縮機は制御車への、 搭載に変更された。デファ1821区派1871についても同様の更新が行われた上で1800型に編入され、車両番号もデファ1811区派1861に廃盤された。これらの更新と同時に全ての編成が方向転換され、制御電動車は新宿側に向いた方向に変更された。 制御車の連結面より車端部には両開きの仕切り扉が設置されたが、これは後年撤去されている。1962年からは1800型に編成連結した4両編成での運用が開始された。1967年からはさらに体質改善工事が施行された。この時には台車の枕羽根をコイル羽根に変更し、 ブレーキシリンダを車体倉庫から台車倉庫に改造している。また、制動方式を電磁直通ブレーキに変更したほか、全照灯は二等式に変更、列車種別表示器の設置が行われた。連結器についても密着連結器に交換され、保安装置についても OMATS と信号円管の追設が行われた。さらに、1969年以降には制御装置と、 抵抗器についても変更された。制御装置は日本では、採用例の少ない油圧カム軸式の東洋、電気製造をアップフェイチ4128から8 0二に,に交換された。これらの体質改善工事の後には、4000型との連結運転が検討された。これは、当時大型車のみで8両編成を蘇生できる、形式が5000型と1800型しか存在しなかったため、 4000型と連結することで大幅な輸送力増強を図ったものである。この時の検討では理論的には問題ないという結論になり、1969年からは4000系の3両編成と連結した5両編成での運用が開始さた。これに4000系の3両編成を連結し、朝ラッシュ時には大型8両編成での運行も行われるようになった。ところが、 1973年4月19日と同年5月2日に連続して脱線事故が発生したため、急遽4000型との連結は中止された。事故の後に、社外の専門家を交えた事故調査委員会が設置され、5月28日、深夜に実車を使用した測定試験が行われた結果、低速時の浮き上がり脱線であることが判明した。これについて、 小田急電鉄 OB の産方義雄は4000系のパイオニア E 型台車とバネの硬い1800系の DT13 型台車の相性が悪かったことが真実だと思うと述べている。小田急電鉄の本社の関係者はカーブにかかる遠心力、レールの高さなど様々な悪条件が重なった高脱線が有力であると話していた。その後は1800型だけで8両編成として、 運用されることになり、1977年6月まで朝ラッシュ時の急行運用が継続された。この頃、小田急では分割併合の操作を運転台から行えるように、1975年までに通勤車両の全編成に対して自動解決装置の設置を行ったが、最初に使用開始したのは1800型で、1974年3月から使用を開始した。 これは1800系の前面がフラットで、解決作業がやりにくかったためである。その後、1800型は4両編成が5編成に、蘇生されて運用されていたが、低加速車両であることから淘汰されることになり、廃車後は秩父鉄道に譲渡されることになった。1979年3月26日のダイヤ改正で一運用減少して4両が廃車となったのを皮切りに、 同年7月16日のダイヤ改正ではさらに2運用が減少し8両が廃車となった。翌1980年7月14日のダイヤ改正ではさらに1運用減少して4両が廃車となり、1800系の運用は江ノ島線の1運用のみが残された。最後の1運用も1981年7月13日のダイヤ改正で消滅。 ダイヤ改正前日の1981年7月12日に多摩線の運用に入ったのを最後に1800型は全廃となった。秩父鉄道では800系として使用されることになり、同社熊谷工場で整備の上順次運用を開始した。秩父鉄道での使用にあたっては、制御車の連結面より車端部には両開きの仕切り扉が設置されたほどで、 特に大きな改造は行われておらず、車両番号も小田急時代の番号から線を現じただけである。ただし、当初は譲渡された22両のうち、デハ1811とクハ1861は部品取り車として譲渡されが、実際にはデハ1806、クハ1856が部品取り車となり、デハ1811、クハ1861は、 それぞれデハ806、クハ856として、竣行した。デハ1806とクハ1856は1981年9月に、熊谷工場で解体されている。その後、1985年に、車体カラーリング変更が行われたが、1986年から、国鉄101系が、同社線系として導入された。 同社100系が置き換えられた後も1000系の導入は、続き、800系は1989年3月から、廃車が開始され、わずか1年後の1990年3月には、全廃となった。廃車後、デハ8 0後は、熊谷工場にて詰め所として利用されたが、その後解体されている。区派859は、行田市、 武州荒木駅近くの荒木児童公園に保存され、三沼大洋水を渡る秩父線の電車からもその姿が認できたが、その後公園の再生備時に解体、撤去された。BR このほか、1999年時点では、デハ801デハ802クハ852が、群馬県内で利用されていることが確認されている。その後でハ801に関しては、2011年頃に、 なって有志による車両保全が始まり、2012年になって本格的に車体修復を開始、保存会も組織されて、小田急時代の姿に復元しての継続的な保存に向けた体的な活動が始まっている。BR2015 年現在、これらの廃車体で今なお残存が確認されているのは、デハ801、旧デハ1801のみである。 国鉄車両番号は全て仮番号である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。